おう。こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。へい。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯っきり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切って言う、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴ぐらでの拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴ぐらに落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴ぐらから出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ、俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんな罰に耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。
東条会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺したんだからよ。東条会の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために東条会への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、東条会でのし上がらなあかんねや。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。東条会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえかな。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ、もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前、人を一人殺せるか。殺し？ああ、そうだ。なんで俺がそないなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか。そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。お弟子生から望みを引き抜いてか。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がお弟子生に連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと。まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや。牧村誠、聞いたことないか。誰やそれ。知らないか。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春？牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるん。それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな。そら楽しみだな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しとくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが、18人殺そうが、成人を殺そうが、クズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間、真っ当な人生には二度と戻れなくなる。
街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やっとるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。ここやな。マキブラ、どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。
そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい。すみません。怖くて。すみません。え、ええんや。で、店長は？おらんのか？今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった。とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、あ、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり？タイマー！違う言うとやろうが。ああ、ほなわかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。あれ店長。え、いやー参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか店長。おお、先日中か。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ店長、ハリーですかそれ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、
それまでゆっくりこのお客はんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような土城の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドアンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。ん、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、こ
この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまにあの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ何もんやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよあよいかんかい。余計な邪魔しよって。なんやこの状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。